こんにちは、ルイです。今回は2日間のカフェ巡りを動画にまとめてみました。1日目が天王寺、2日目が堀江のカフェ巡りです。おしゃれなカフェばかりでどこに行こうか悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。まずは天王寺にあるボタニカルカフェスプーンビルに行ってきました。店内は観葉植物やドライフラワーなどがディスプレイされていて、販売もされています。緑を見ながら食事ができて、とてもゆったりした空間なので非日常感も味わえてすごく良かったです。今回はテラス席で食事をすることにしました。夜の天芝はクリスマスのイルミネーションでとても綺麗でした。寒い中飲むカフェラテは体の芯まで温まってすごく美味しかったです。飲んでみます。寒いからな。これはヘーゼルナッツラテです。美味しい？美味しい。ごめん、これ美咲ちゃんのということで俺のカフェラテ飲みます。ハートじゃん。ハートだよ。暑い？めちゃくちゃあったけど。あったかい。口内炎にしみた。おしゃれだね。おしゃれ。俺でも飲んで食べてたらあったかくなってきて脱げそう。うんうん。このなんか公園も回りたいね。回りたい。これ食べてちょっと温まったら散歩しようか。うん。これなんだっけ、若鳥のコンフィー。コンフィー、うん、めちゃくちゃいい香りですね。いい香り。伝わんないな。伝わんないかカメラ越しじゃ。これあれじゃん、先の好きなつぶつぶマスタードじゃん。あ、本当？プチプチするやつ。これどういう感じなの？切った方がいいんだろうね、きっと大丈夫。うん。であとあれだよね、ガーリックバタートースト。あ、そう。あ、ちょっとパス見ながら取ってくるわ。ありがとう。マッシュルームパスタめちゃくちゃ美味しそうだよ。美味しそう。もうね、マスクしてんのにマッシュルームの香りがすごい。美味しそう。最高か。いただきます。すごいこれ。あ、柔らか。めちゃくちゃ柔らかいんだけど。柔らかい。昨日の手羽先ぐらい。うん。すごい。いくよ。はい。うまい。うまい。うん。すごい。ガーリックトーストめっちゃうまい。うまっ。なんか果物の感じもする。オレンジかなこれ。なんだろう。なんかね、パスタももちもちして美味しい。うん、本当だ。ね。うん、うまい。美味しい。美味しいね、マッシュルーム。美味しい。最高。めっちゃ美味しいじゃん。ね。本当。柔らかいよね。でもさ、奥のピザ屋とかって美味しそうだったよね。いや、いっぱいあったね。ね。食べ歩きできんじゃないここ。うん。おしゃれ食べ歩き。太るやつやん。あったかくなってきた。ね。うん。なんか寒い中暑いのをテラスでっていうのも美味しい。ね。あんま普段しないじゃん。こんなこと家とかでは。しないね。そのあったかい料理を外で食うってないじゃん。非日常感もあっていいね。うん。おいしい。マジ料理うまくね。ね、美味しいよね、ここ。美味しい。なんか結構おしゃれなとこってさ、ある程度ハードル下げていくやん。な、そうだね。なんかめちゃくちゃ美味しいってわけで、まあ、美味しいとこいっぱいあるんだけど、なんかどっちかって言ったら外観のハードル上がっていくみたいな。うん、料理もめっちゃ美味しい。ね、その外観とは見た目だよね、その料理。見た目も可愛いしね、お店も雰囲気いいし、多分この付近がさ、いい感じだよね。そう、店内も広いじゃん。広い。観葉植物がマジで多いよね。多い、だってもう買えるからさ。ああ、もうそのカフェ、レストランとその観葉植物も売ってるからか。そうそうそう、でオンラインもあるんだけど、オンラインだとなんか植木鉢、うん、もう販売してたんだけど、完売してた。へえー、人気なんだろうね。食べ終わったら見てみたいね。見に行こう。すごいもんね、緑が。うん、癒されるよね。ね、だってここ今ちょうど後ろに映ってるけど、こういうのがね、本当に多分100以上あるよね、きっと。うん、ちょうど欲しいんだよね、今。これキノコ好きな人たまんないと思う。マジ。うん、これ鶏肉好きな人はたまんないですね。美味しい。柔らかすぎて食べるのに困惑してる。うんうん、その中が柔らかいのよくあるやん。うんうん、もう外側から柔らかい。プルプルしてるね。うん。どうやってこんな柔らかくするんだろう。今日はこれから堀江のカフェ巡りをしようと思うんだけど、なんか行きたいとこ見つけてた？行きたいとこいっぱいあるね、堀江。いっぱいあるよね。おしゃれなカフェとかさ、なんかランチ食べれるとこがいっぱいあるからね。順番にご飯から食べていくか。お腹すいた。うん。じゃあまずはライフズコーヒースタンドに向かっていきます。ゴー。ゴー。南堀江公園から北に向かって徒歩3分ほどの場所にあるライフズコーヒースタンド。1階はおしゃれな洋服店で、中に入ると奥に階段があって、そこを上がると2階にカフェがあります。少し隠れ家チックな感じもなんかいいですよね。店内はとても明るく、広々した居心地のいい空間になっています。カフェ巡りを4軒ほどしようかなと思ってたんですけど、ちょうどお腹も空いていて、がっつり注文してしまいました。メニューもどれも美味しそうで、見た目もおしゃれで、味も抜群に美味しかったです。今回頼んだのはハンバーグプレートとベーコン&エッグトーストを注文しました。コーヒースタンドなのにコーヒーを頼むのを忘れてしまいました。次行った際は頼みたいと思います。ライフズコーヒースタンドどうだった？美味しかったですよね。お腹いっぱいだ。俺もあんななんか味濃いトースター初めて食ったかもしれない。でも本当食べて味ついて困るけどね。ちゃんとご飯美味しかったよね。うん、美味しかった。おしゃれだけじゃなかったよね。まだ食べれる？ちゃんと。うん。1店舗目だけどまだ頑張る。次行くとこはね、なんて書いてるか読めないんだよね。とりあえず歩いて5分ぐらいだから今から向かおう。やっぱね、混ぜた方がいいって言ってた。混ぜれない。うまいことぐるーっとここは混ぜられないから。うまい。ちょっと甘い。頭で想像してたよ、硬かったもん。うまい。美味しい。美味しいね。甘いね。これキャラメルだっけ？うん。なんだっけ？ヘーゼルナッツか。美味しいね。俺もそれにするかな。どうだった？2軒目は美味しかった。美味しかった、うん、寒いね。冷えちゃった、ね、雨結構降ってきた。本当だね。ホット飲みたかったけどね、グラス可愛いのがいいからね、うん、そうアイスにしホットだとグラス違うのかな。そうアイス頼んだら案の定美味しかったけど寒いね。冷えたね。さっき行こうとしてたね、言ってたところはちょっとやってなかったっていうか、なかったんだよね、もうなんか、だから急遽違うとこに来たけど、おしゃれだし美味しかった。このグラスも欲しくないね。今度なんかそういう、なんだろう、インテリアとか、うん、ヴィンテージショップ、うん、行きたいね、うん、行きたい。結構雨降ってきたね。見えるかな雨、うん、雨は映んないかもしれない。とりあえずコンビニか傘かな。いっぱい買ったね。いっぱい買っちゃった。カフェ巡り予定だったのにこんなに買い物してた、気づいたら。買い物いっぱいね。いやー、なんか俺の頭の中では4店舗ぐらいさ、カフェ巡り行けるかなーって思ってたけど、2個でお腹いっぱいになっちゃったもんね。そうだね、お腹いっぱい。今もお腹いっぱい。気づいたらもう買い物してたもんね。楽しかったね。楽しかった。でも次来るときはなんかもうちょっとなんかお互いに行きたいところベスト2みたいなやつ決めて、そうだね、順番に行くみたいな感じがいい。そう、もうちょっと調べてから来ようかな。そうだね、ちょっと行きたかったとこなかったもんね。2つやってなかったもんね。だからちょっと調べます。これなかったかもね、あってね、うん、今日はのんびりデー。のんびりデーだね。楽しかったよね。うん、楽しかった。また来よう。はい、今から今夜のなんかレストランかなんか探す？そうだね、うん、今から飯食い行ってお腹いっぱいになって帰ってんだよ。うん、そうしよう。じゃあ行ってきます。